さあ、今朝のおばあちゃまですが、きよえさんと申し上げますが、カタカナなんですよね。きよえが。はい。それで、大体おいくつぐらいか、皆さんはい、おっきの皆さんはご想像くださいませ。うん、さて、大正十三年生まれ、おいくつになりますか。わからんでしょう。わかりませんね。ねえ。いくつだろう。わからん。わからんでしょうね。わからん。 ねだけどお元気なんですよと和歌山の方でございます。は清江ばあちゃん。はい。おはようございます。あ、おはようございます。選んでいただいてありがとうございます。いやとんでもございません。あのようこそ申し込んでいただいてねご紹介いただいて。不安でございます。いやどうもありがとうごってもあの中日におられると時から夫婦ともに不安でございました。はい。あの 今ちょっと聞こえなかったんですが、<laughs> 中日なん何人ですか。中日のピッチャーさんでございましたね。えもう一度。中日のピッチャーさんでい<や>大変あの七十七回の<う>あの優勝なさいまして<う>おめでとうございます。はい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  <laughs> あの。<laughs> <laughs> おばあちゃん史実もああるわねやっぱそれおばあちゃんなんか実際にね、うん、そ,その場にねちょっとねう実際に見てらっしゃるんだからねはいはいおじいちゃまはほいじゃおじいちゃまはおじいちゃまはあの9年前に亡くなりましたあら,あらそうなんだ、はい、とってもあの坂東さんの不安でございまして。 何やっと楽しみに見させていただきましたよそうですかいろいろね番組もやったりしましたけどちょっと待っておばあちゃんにね初めに聞いとくわ初めに聞いとくけどおばあちゃまはこの和歌山の岩手市というのは海の近く近くです海のはいそんなんだったらあれ

あ,のありがたいよ。おい<あ>しいわね。よし、ハウスであの栽培してるやつなんかがおいしいやつがありますから。そうですね。はい。<え>そしたらも,うもあの味がいいですわね。あのバンドエイジから、はい、あお届けしますからねあ。ありがとうございます。そんなことない。加部さんからで <laughs> フレシコの <laughs> ね<え>、はい、これはもうあのいいあのはい先日もね一緒にご飯を食べたんです <laughs> 皆さんと。 中央市場の。河辺さんと。河辺さんだとみんなで、もうそんな、その時がもう、すごかったんですよ。何がすごかったんです。かちょうどね、最後の松茸だっちは。あら、あら。もう最後のっていう、それで、目の上に全く。もう今も、おお、そうか。最後のって言われまる。ああ、そうか、最後やった。ああ、最後だったな。だから、それをこうね、置いといてくださったんですよね。冷蔵庫なんか入れたくと、多少持つんでしょう。二週間やそこだ はいわかりましたよ <laughs> はい、はい、清家さん。そしたらおじいちゃまがいなくなってちょっと寂しくなったでしょうね。寂しく寂しくなりましたよ。うん、あのおばあちゃんでももう片腕なくなったほど寂しくなりました。そうか今でも愛しいですけども。愛しいなあそうかあのえおばあちゃんこんなに聞くのなんですけどもお見合いですかそれとも誰かのご紹介 いえいえ、まあ、恥ずかしい話ですけども、はい、恋愛でございました。いや何が恥ずかしいの?。<laughs> 恥ずかしいですよ、<laughs> このお年になって、そんなお話。うん、いや、清江さん。はい。そうすると。ちょっとその頃に。はい。え、おじいちゃんと。ね。はい。ちょっとこう、いそいそと、こう、どっかで隠れながら、お会いしてると。周り近所の人が。このも、清江田の畑中、この店長、あ、あの子何、子な、うん。 なんちゅうこやねんって言われたでしょ、ね、言われました。ね<え>、もうあのー、ねえ、はあ、あのー。の小こかのこぐから、島へのうちまで、三十分もかからんと響くぐらいに。あのー、わかりましたよ。<laughs> え、そんなの、あの、村でございます。ね、私は、まあ、言われまでと違います。桃山までですけども。お,うおう、お、お。はい。だけど、ちょっとね。はい。じゃ、あの、手も握れないよね、うかうか。そうですよ。 そ,したらそうですよ二人で歩いとってもねかなり離れて歩かないと、えー、ほんとほんとね<え>あなたは右私は左っていう <laughs> <laughs> そういう歩き方でございましたそうやで、ね、そしたらおばあちゃんに聞いてちょっとごめんねよーく思い出してよはい、はい、初めて会った時にもう好きになったんですね初めて会った時にもう主人からあのお手紙をいただきました何 <laughs> ちゅう男や <laughs> <laughs> えおじいちゃんお名前何ちゅうの洋一,一ってまたこいつこんなええー、かなめっていう字で坊一ですああ洋一ねはいこ,こんなんなのね清栄よそんな簡単にす一目惚れしたんやな <laughs> ほいじゃね洋、まあ、一はうわ清栄さんはもうまた色も白いしいえいえ もうあの農業ばっかりしてます社会よ。はあ。あのマックロでございます。ああほんだならあ、あのクリキンとみたいな。<laughs> そうです。真っ黒ロでも早くそのあぶででね。<ー>私も若い時からお化粧したことないんでの。あ,あら。ええー。その頃はね、そらねお仕事ってのはもう実家の手伝いばっかりですもんね。そうです。何、はあ、人兄弟でございましたので。何人の？はい。何人兄弟？ 九人。うわ、またすごいな。そうですよ。そんならお父さん、お母さんはもう、え、お母さんが大変やったね。そうですね。野良仕事もせないかんは、お腹はでっかいわ。ほんと。ほんで、スポーンと清江が出たと思ったら、またすぐ。またすぐできて。休む暇ないや。お母ちゃんな。そんな格好ですね。あ。だけど、今もね、だけど。 いあの、良かったというのは、今、おばあちゃまは。はい。ね、陽一さんとの間に、何人の子供って。あの、三人です。あら、少ないな。子供三人で、孫七人です。あ、そりゃ多いな。そして、ひ孫。はい。え。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。だん、偉い増えてきたね、一族が。そうです。え、畑中さん。はい。畑中さん。おじいちゃんが、ね。はい。 えー、それはお二人の間だけが少なかっただけかそうですよ <laughs> それはしかしあのこんなん言ったら失礼ですけどちょっと良かったね楽でまあ、あのー、<laughs> 農業や境にまあ,あの辛かったけどもまた楽しいこともございました、うん、境に何が今思い出したらね洋一さんとの間で楽しかったのはええー、まあたまに、うん、あのちょっと遊びにどこ 和歌山の方行ってきますかって言うと連れてくれたりしたのは一番まあ楽しかったですよ。ああ和歌山って和歌山の市内へちょっとそうです。おしたらちょっとまあ喫茶店に入るか。えそうですね。それがまたドキドキしたんだよね。本当本当そのくらいぐらいの楽しみしかございません。昔はマルショーってございましてね。うん。 今はもうなくなりましたけどもよ。は。ええ、そこへ行って、ちょっとあの、ご馳走をだいて、あれすんのが一番の楽しみでした。ねえ。今だったら、もう電車でも何でもすぐ行けますけど、当時はね。そうそう、当時。丸正へ行くだけでも、丸正がどんなとこか知りませんから、いいとこです。はい。ええ、まあ、一番和歌山の市内のええとこですよ。はい。そうですか、そうですか。はい。それは時代がね、それはだって。 おばあちゃまと僕とかね、はい、言ったってもう1516違いますから,そ,らそうですねあの坂東さんなんか若いですよ私らの息子みたいなものですよ <laughs> ほんとそれにしちゃあれやなおばあちゃまから比べると俺は出来が悪いなそんなことま立派なものですよ <laughs> ええそんなこと18回もあんた延長なさってそりゃいいなあ徳島までであんた立派な人とお話できて 私ほんま最高の幸せであの天国へ登ったら主人に一番先に <laughs> あ<の>バンドさんのお話をしてあげやんなんと。<laughs> <laughs> もう死に見上げに楽しんでおります何を言うやらあのそれよりね僕らが小さい時には徳島と和歌山に橋ができるって言ってたんですよそうですねねえって言ってたんですよねそういった本近くてのそうよいいと思ってましたそうやの近くてのこんなだったらその頃な稚園よりもひょっとしたら清えの一緒になってるかもわからんのいやいや うん。は夢の夢ですけども。何をこれでまたえあれなんだってこんなえこいちゃんなんですけどもあのカラオケも好きなんだ。あそうですよ。今でも行ってんの？今でも娘たちに連れていただいて。お。あのたまにあの行ってます。へえ。はい。それじゃねこの頃ねテレビでもあのおじいちゃんおばあちゃん不安が多いからねあの。 チャンネルちょっとね BS なんかだったらもうほとんど演歌の時間が演歌ねチャンネルねそうでね演歌好きですあえ演歌好きですね好きやね岩手和也さんって友達いますけどえ岩手和也さんこのねこの辺の人いや和歌山ではいいや知らないえおばあちゃん誰のファンですか私いつきいひろしさんいや歌ってほしいね いや歌ってほしいってそんなもんねカラオケこっちもすぐできないから、うん、あれだけど、うん、ほんならおばあちゃんそういうあのうまい人の歌をそれで自分でも歌うんですん、ね、え？五木さんの歌を大阪までの主人が元気な時に聴、うん、かしてもらいに行きました和歌山へも何回も来ていただいて、ね、コンサートにね。 参加していただきました。はい。それは何よりもそれだけのあの趣味ですから思い出ですね。はい、そうですよ。え、よういち。また絵思い出です。よういち。はい。はい。よっだもう戻ってき戻ってこんかな。よういちもう一回次月色のコンサート連れてってやって。ね、ありがたいことでございます。いや、ぜひぜひね。はいはい、ありがとうございます。それであの畑にもなかなか出れないということですけども。はい。 まああのね、それはもううしょうがないですよでも行,く行けるかもわからんと思うってなんかちょっとおねお便り、はいき子さんから頂い,いたらちょっと首が痛いとか言うねう。今年の2月ごろからね、うん、首がちょっといとなってあのあ<ー>病院へ行ってももうまあ注射もできないっておっしゃるし。 どうしようもないなって言うて息子に、うん、あの急据えてもらっているんです。そらいいや朝晩に、うんうん、それは、ね 僕もね野球の時にずっと右の腕はずっとお灸を当ててましたんで。あれそうですか。今でもずっと残ってます。あれそうですか。そうお灸と針でした。熱いですね。熱い <laughs> <え>熱い暑い暑いやつでね。<laughs> あのちっちゃいもモグを置いてすぐそうですそうです。ね大きいやつだな、ね。えー、熱って暑てほん息子があのそばをあの揉んでくれてあのだいぶあの暑いのがあの違いますけども。<laughs> ええー、とっても暑いですよ。<laughs> とってもよわかるよわかる。かる <laughs> そうですか、はい。それでこの頃ね僕もちょっと足がしびれたりどの頃するんですよ。あれ大事にしてくださいよ。はい、いやいやそんなあのそれより清江さんこそお大事にこれからいよいよまた寒くなりますから。はいはいありがとうございます。どうもどうも。どうもありがとうございました。おいう一心配せんでえどう。<laughs> <laughs> ちは元気やからな。はいはい。まだまだ一人でおってくれよ。はいはい。ありがとうございます。どうも、はい、ごきげんよう。バン元気で。はい、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、おおに。